皆さんこんにちは、ロボ電動ネットワークのオンラインロボ電動の番組をご覧いただきありがとうございます。チームでやるといいなっていうのはですね、3人集まれば文殊の知恵ということですけれど、今日はですね、皆さん2メートル以上開けての3密を防止しての、放送になっておりますが、スタッフ以外はいない無観客、オンラインロボ電動ということになります。どうぞご理解をよろしくお願いしたいと思います。3人集まれば文殊の知恵というのは、それはですね、今日の画面、左側には規模のタッチの画面があり、右側からは横からの画面があってですね、ちょっと動きがある番組になる、こういう番組ってあんまりね見たことないかもしれませんけれど、ちょっと前にですね、こんなものを見たことあるんですよね。お料理番組、手元を映して、そして上から映して横から映して、それをちょっとですね思い起こしたんですけれど、今日はですね、同じ画面を最初映ってたんで、これ面白くないんじゃないのって、そして、こういう風になったということでですね、仲間があるといいですね。今どういう風に、映ってるかっていうのもね、これで分かるわけですけれど、皆さん画面を通してですね、今日皆さんとお会いできて、そして約2時間見ていただいて心通わすことができることを心から嬉しく思います。イエス・キリストはあなたを愛しています。この国に幸せが来るようにと祈ります。今世界的な問題は新型コロナウイルスのパンデミックです。その昔、 3.11 よりもっと昔、阪神淡路大震災が起こった時に神戸で作られた歌があります。幸せ運べるように。幸せを運ぶって何か、それこそ伝道だと思っています。皆さん、イエス・キリストからいただいたその良きものをただでいただいたから分かち合っていく、そんな人生を生きたいな。そのために今日もこのような番組を行っています。自信にも負けない強い心を持って泣くな。
運ぶ、まあ、不幸を運ぶっていうことが反対にあると思うんですよね。まあ、不幸を運ぶっていうのは何かっていうとね、人が不幸になることを願う、そして画策する、そして悪口を言ってね、評判を落とす、もうそういう考えマインドで生きてる人はね、どうなるか、その人が入ってきただけでね、もうオーラがね、人々を殺すというかね、悪い気持ちにさせてしまう、まあ、そういう人も、まあ、いるかもしれないな、まあ、きっと皆さんの周りにね、一人や二人いるかもしれません。まあ、そういう人っていうのはね、自分自身が不幸だから自分が持ってるものをですね、人に与えてしまう、自分が持ってるもの以上のものを人に与えることができない、まあ、そういうもんですよね。心に喜びがあれば人に喜びを分け与えることができる。しかし不幸であるならば、まあ不幸っていうかね、悲しみとかね、辛さっていうのはやっぱり誰でもが持ってるんで、まあそれをですね、健全に分かち合う、まあ例えばですね、痛みを分かち合う、そうするとね、それはね、共感として通じるものなんですよね。まあ、ある山で、悪いことをする、狐だったか狸だったかがね、いてね、まあ、緑の狐と赤い狐と緑の狸かまあどっちだったかね、いたずらをしてね、山から降りてくる、その働き者のね、 A 君にいつもいたずらをする、悪いことをする、まあ、そしてですね、一度だけでいいから、まあ、このお母さんにですね、美味しいその魚を食べさせてあげたい、まあ、その魚を取るわけですね、取ってね、その、御座の中に入れる、また入れる、また入れる、いやー今日はね、大量だ、5匹も取れたぞと思って見てみるとね、1匹もない、まあ、その赤い狐か緑の狸がね、いたずらをしてね、その魚を逃がしていた、まあ、そういう悪いことをしてね、この野郎、まあ、しかしですね、人のいい A 君はそれに対して何も、文句を言わなかったんですね、まあ、しかしですね、赤い狐か緑の狸、まあ、どっちか決めればいいんですけどね、村にやってくるとね、何かこう村の雰囲気が違う、まあ、そこでですね、よく見てみるとね、この A さんのお家がお葬式だってことが分かったんですね。そしてそのお葬式を、見ようと思ってね、こっそりこう見るとね、 A さんではなくて A さんの、まあ、一人しかいないお母さんが亡くなっていた。村の人が慰めて、そしてこの A さんも涙流しながらね、母ちゃん、母ちゃんにこの美味しい魚を一度でいいから食べさせてあげたかった、でもそれができなかったんだ、この緑の狐か赤い狐か緑の狸、この人、この動物はですね、今まで悪さをしてね、悪いことをして何にも罪責感を感じなかったんですね。しかしこの涙を流してね、ああ僕のせいで、俺のせいでお母さんにその魚を食べさせてあげられなかったんだ、悪いことしたな、まあ初めて彼の心に変化が起こり、そして悪かったと思ってですね、そのタヌキだかキツネはね、いい動物に変わったっていうね、まあ、そういうお話があるんですけど、まあ罪責感を感じない人でもね、人の痛みを
知る、それが私のせいであった、私が人を苦しめてしまった、そういうふうに感じた時にね、人は初めて、まあ初めてじゃないかもしれないけどね、その人の痛みというものがその人の心に、響いて人を変えるということがありますよね。まあ、今日もし皆さんにですね、心の痛みや悲しみがあったとしたら、それを伝えてあげたらいいんですよね。まあ、私も人間関係の中でいろいろと、自分のこう苦しみや痛みをね、なんとか伝えようとしてね、まあ、ちょっと毒を盛るというかね、皮肉を言ってね、分かってもらおうと、したんですよね。でも分かってくれないばかりか、ますますその人はね、意地悪をするという経験がありました。しかしある時ね、そのやられてることがいかに痛いことで、いかに辛いことか、その痛みを伝えたんですよ。そしたら、ああ悪かったって、そういうふうにね言ってくれた経験があるんですね。まあ、それから、完全に治ったわけじゃないんですけどね、初めてその人と、まあ、心を分かち合うことができた。皆さん、その痛みを知った時にそこに通じるものがある。2000年前、神が人の姿をとってこの地上に来られ、イエス・キリストが十字架にかかって、そして死なれた。聖書は面白いこと言うんですね。彼の傷がその人の傷を癒す、傷が傷を癒す、その痛みが、そのキリストの悲しみが私の罪のためであった。皆さん、その時に人は癒され、そしてそのキリストの愛を受けた人は変わっていくのではないか。皆さん、それがね、聖書の神の愛によって人が変えられていく、その一つのプロセスなんですよね。あなたは愛されています。その愛はキリストが打ち傷で私のために打たれ、そして死んでくださった。皆さん、その傷によってあなたの心の傷が癒される、病気が癒される。皆さん、今日そのことをね、経験してもらいたいな。あなたは愛されています。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、永遠の神の愛は我らの出会い、今もその愛受けている、あなたは愛されています。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は生涯は愛で満ちている、永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ、君の存在が私にI'm not afraid to die.
れるため生まれた、この歌はですね、日本に毎年3万人超える人が自殺をしていた、まあ、そういう時代があるんですね。今はもう2万人台になりましたけれど、まあ、この3万人っていうのはですね、例えば自殺未遂を図り、そして12時、まあ、午前12時1分にもし亡くなったとしても、まあ、それはその人数に入らないわけですよね。そしてその何倍もいる自殺未遂者の数も入らない、その日のうちに亡くなったその人が3万人いた、まあ、今も2万数千人ってことですけれど、それでも多いですよね。まあ、計算してみれば数分に1人、十数分に1人でしょうかね、亡くなっている、自殺しているこの国の中でですよ。まあ、コロナウイルスパンデミックでですね、この国は危機状態にあってですね、100人200人が感染した大騒ぎですよね。しかしおそらくそれよりもはるかに多い人が自殺未遂を図り、また自殺をしている。一つしかない、たった一度だけの人生、その命を自らの手で自害し絶ってしまうっていうのはね、まあ、これはですね、よっぽど、うつ病になってひどい状態になっているか、あるいはね、正常ではないと思うんですね。それほど苦しかったと言ったらいいでしょうか。皆さん、そのような状況の中で、まあ、韓国の一人の伝道師がですね、日本の皆さん愛されてますよ、まあ、中国もそうですけどね、中国の政府と中国人は違うし、韓国の政府とね、韓国人は違いますね。で、特にですね、クリスチャンの韓国人っていうのはね、本当にこう、親日である場合があるんですよね。で、この君は愛されるため生まれた、この日本人の自殺をしている、そのこれから自殺を考えるであろう、そういう人たちに向けてね、あなたは愛されてるんだよ、生きてほしいんだ、そういうことをね、思って作ったと言われています。もうこれは何年前でしょうね、もう今から、30年まではいかないですけど、20数年前ですかね、まあ、韓国の、ある大学生ぐらいの女の子がね、遊びに来てくれて、まあ、妻と子供がいてね、あ、妻と子供がいたってことはね、20年より、もっとね、手前ですね。で、そこでね、うちにあったキーボードでね、タンシヌサラパキエテヨナンサランって、まあ、韓国語でね、歌ってくれたんですよね。で、なんかあんまりピンとこなかったんですけれど、まあ、しかしこれが日本語になって歌った時にね、あ、いい歌だなってこうね、神に向かって賛美するっていうよりも、何かこうラブソングみたいな感じですけれどね、でもそれは神の心ですよね、愛されているっていうのは。ですから、まあ、私の心にも響き、そして多くの日本人にも響いた。皆さん、私たちの人生の中でその変わることのない愛を、まあ、私自身はですね、感じて、そしてその愛を、歌を通して伝えるときに、多くの日本の人たちがそれを、響く、そしてそれをいいなって感じる。まあ、私たちのこのロボーデンドネットワークのですね、一つのこうテーマソングなんですよね。まあ、必ず歌う、最初の1曲目とか最後はね、大体この歌を歌ってますけれど、まあ、ある時ですね、なんていうのかな、フラッシュモブっていうのをやったことなんですね。フラッシュモブって何かっていうとね、まあ、どっちかって言えばいきなりパーッと始めてね、そうするとね、ストリートライブでもね、始めた瞬間って不思議だけどね、人の注目はすごく来るんですよ。で、しばらくするとね、なんかそれが冷めていく。で、フラッシュモブっていうのはそれがパーッとやって数分のうちに終わって、そして、去っていってしまう。パッと散ってパッと咲いてパッと散る桜みたいなね、まあ、そういうですね、ことをやって、数人の牧師たち、
神道のクリスチャンの皆さんと一緒にねそれをやった、まあ、そしたらですねみんな帰っちゃったんですね。私一人になってしまって寂しいな、俺一人かよってみたいな感じでね、まあ、川口の駅でですね私はギター一つ持って、まあ、歌っているとね、まあ、そこにですね、ロッチの中岡さんが、まあ、たくさんの報道陣とカメラマンを連れてやってきて、そしてですね、お兄さんって言ったか おじさんとはまさか言わないんですけどね、何やられてんですかって、一曲歌ってくれませんかみたいなこと言われてね、その時歌ったのがこの歌でね、でこの中岡さんがねこの歌を聞いてとってもね励まされた、なんか涙がね込み上げてくるようだったっていうんですよね。まあその写真、自分の写ってる写真を探すという番組の中でずっとやってね、写真が見つからなかった、それでもう疲れちゃった、そんな時にね、私が歌ったその歌が慰めとなってね、ああいい歌ですねってこうね、まあ多くの日本人に響いてる歌ですけれど、そのようなね芸能人の方にもこう響いてね、でそのやり取りが、数分間テレビ番組でね日本全国に流れたってことがありました。まあそれはですね、私にとって大きな励ましでしたね。そのインターネットであるいろんな方法でね、イエス様の愛を伝えたいそう思ってて、まあ簡単にできない、まあ、例えばコマーシャル流すって言ったらねもうすごいお金かかる、でもただでねそれを、流してもらうことができたっていうのはね大きな励ましだったんですね。まあ、イエス様と歩むとねマイナスがプラス、ピンチがチャンスになりますね。たった一人私がね取り残されたんですよ。たった一人寂しいな、まあ、しかしもしねその時にね熱心なクリスチャンの人たちがいたらどうでしょうかね。中岡さんって聖書を持ってったりね、イエス様信じませんかと、ああ分かりました分かりました、ああ結構です結構です、もうありがとうございましたって多分去ってってしまったんでしょうね。まあところがね、そこで宗教を出すとかね伝道するんではなくてね、祝福をし、まあいつでもね全くねその何もしないかっていうとそうじゃないんで、その時はねもう素直にねそのまあ、ナチュラルなね中岡さんと私のこのやり取りの中でねとってもこう心が響いたんで、何かそういうこう宗教の言葉を使わなくてもそこで、神の愛が何か伝わっていくような感じがしましたね。まあ彼はいつかクリスチャンになってくれるといいなと思っていますけどね、きっとあの時の出会いを忘れてないでいてほしいなと思っております。まあこの歌はですねとってもまあいい、歌というかね、つまりですね、私にとってもそうですけれど、なんていうのかな、愛されるため生まれたって、それ本当のことです。そしてそれは、人が求めてるのは愛なんですよね。有名になりたい、お金持ちになりたい、恋人が欲しい、まあいろいろね私たちのニーズありますけどね、それ一言で言えばね愛されたいってことなんですよね。特別扱いされたい、認められたい、すごいって思ってほしい、特別に愛してもらいたい。まあ私たちはですね愛されるっていうのはね人が求めるものです。そして今日あなたもその愛を求めてると思います。それはイエス様から来ます。イエス様に求めてください。しかしこの君は愛されるため生まれたって歌がですね、まあ批判を受けたそうです。まあ何かっていうとね、愛される愛される 愛ばっかりを求めるとどうなるかっていうとね、教会の中でね、まあ愛されたいシンドローム、愛されたい症候群の信者が生まれる。つまりですね、教会に来てね、愛して愛してね、聖書では愛してるって言ってるでしょって、その愛を受けたいから来たんですよ。でもこの教会には聖書が書いてある愛がありませんよねって、いやー牧師には愛がない、教会の皆さん冷たい、全然僕を私を愛してくれない、もっと愛して愛して、もっと僕が満足できるように愛して愛して、まあそんなそこまで極端なこと言う人いないと思いますけどね、そういう気持ちになる人が出てくるわけですよね。愛されたい症候群、
まあ、しかしですね、聖書は愛されることを求めなさいとかね、愛されなさいなんて言ってないんですよね。愛しなさいなんですよ。いやだって互いに愛し合いなさいって言ってるじゃないですか。互いに、だからまずね、私が愛してくれたらね、もうそれに応じて献金しますよ。私が分かるようにね、満足させてくれたらね、あのギブアンドテイクだから愛をお返ししますよなんてね、そうじゃないんだ。聖書は互いにっていうのは、あなたにもただ愛しなさい、こちらにも愛しなさい、 A 君も B 君もね、ただ愛しなさい、愛を求めるんじゃない、与え合いなさい、そういうことを言ってるんですよね。皆さん、それはですね、私たちにとって大切な教えだと思うんですね。皆さん、人はね、愛されることで確かに心休まります、ほっとします、居場所を見出します。しかし本当の意味でこの受けた愛で愛するときに、人は本当の満足がやってくるんですね。まあ、そこでね、君は愛されるため生まれたのね、2みたいな曲ができたんですよね。ちょっと楽譜がないんで、間違えないといいなと思ってるんですけど感謝します、私の存在価値を今まで悟れずにいたけれど、初めから今まで神の愛はいつも私に向けられていた。ありがとう、その愛を教えたあなたに、主がくださったあなたに、キリストの愛で私も使え、あなたは愛されるため、そして主の愛、ごめんなさい、愛されるため、愛される主イエスが選ばれ、この地に植えられた、もう一つの実を待ち望み、もう一つの実を待ち望み、もう一つの実を待ち望み。まあ、この歌はですね、その君は愛されるため生まれたを改良したわけですね。愛されるためだけではない、愛するために生まれてきたんだ。でもその前提となるのは、私があなたを、キリストが私を愛してくれた愛で互いに愛し合いなさい。まず愛されていることを受け取らなきゃいけないですよね。受け取って初めてその愛が分かる、そして健全に自分を愛することができるようになる、そしてその愛を人に向けることができる。だから愛され、愛するために生まれてきたんだ。皆さん、その愛を求めるだけではね、幸せになれないですよ。愛を求めれば求めるほどね、不幸になる。寂しい寂しい駆け落ちをした恋人がいます。お互いに寂しいのでね、愛してほしい二人なんですよ。もう喧嘩ばっかりするんですね。なんでかって、もっと愛して、私のことをもっと見て、もうあなたのためにね、どれだけ犠牲を払ったと思ってんのって、俺だってそうじゃねえか。駆け落ちした二人がですね、愛して愛して愛して、愛を求め合うだけで愛を与えようとしない、愛を求めれば求めるほどもっともっと不幸になるっていうね、まあそういう、カップルがいたそうです。まあ、しかしですね、後日談があって、このお二人は、その不幸と喧嘩とね、もうね、結婚はしてない同棲状態、でも駆け落ちしてね、もう離れるに離れられない、まあ、そのような中でね、教会に導かれるんですね。そして
愛することばかりを求めてた自分、それは自己中心、罪であるってことが分かって、そのために死んでくれたイエス様を信じて、そして悔い改めたっていうんですね。ああ、間違った関係を持っていた。まあ悔い改めると同時にね、これは正式に結婚しなきゃいけない。二人は結婚し、子を設け、そして今日本のどこかでですね、幸せな家庭を築いて生きておられると、そう思います。皆さん、愛がなぜわからないか、それは罪なんです。罪っては何か取った、悪いことした、万引きした、キセル乗車した、嘘をついた、人の道に外れる生き方をしている、そういうことが罪か、それは犯罪。罪っていうのはね、もっと罪のもっと根っこにある、つまり神から離れている、神から切られている状態、皆さんこれを罪というんですね。神とつながっていたならば、最初の人アダムとエバは永遠に生きられるはずだった。神から命を供給され続けて永遠に生きられるはずだった。でもアダムとエバは悪魔に騙されて、神を捨てて、そして神との関係が切れてしまった。神からもらえるはずの命も、祝福も、愛も、良きものも全て遮断です。そこでこのアダムとエバは不幸になりました。命の力がない、健康も壊れてしまって病気になりました。アダムとエバは喧嘩ばっかりしました。愛を受けられないからね、お互い求め合ったんでしょうね、アダムとエバも。そして経済的にも貧しくなり、地は呪われていきました。汗水流して、そしてやっと生きていく、苦労する。本来は汗水なんか流さなくたって、もう皆さん今ね、コロナでね、経済的に心配、そしてね、政府からいくらもらえるか、いつもらえるのか、皆さん政府から別にもらわなくたって、本来はね、神様が全てをね与えてくれてね、何にも働かなくてもいいようなものだったんですよ。それをわざわざ悪魔に騙されて罪で切ってしまって、皆さんそのエデンの園から追放されたんです。なぜ追放されたか、そこには食べちゃいけないという善悪の知識の木の実の他に、もう一つ命の木というのがあったんですね。で、その命の木の実を食べるとどうなるか、永遠に生きてしまう、生き続けられる。つまり罪を犯した人が生き続けたらどうか、罪を犯したんだけどね、この実を食べたらね、生きられるとしたら、永遠に生きたとしたら何になるか、悪魔になっちゃうんですよね。まあ悪魔ではないけど、悪魔と同じになってしまう。で、この罪をリセットして、その罪を終わらせるために、神様はエデンの園から追放して、そして人に死が入るようにしたんですよ。皆さん、それがね、罪の結果もたらされた、追放されたエデンの園には、もう豊かな豊かな、もう永遠に食べ続けられる、そういう果樹や動物や植物やいろんなものがあった。まあ、しかしですね、そこから追放されたところでは茨とアザミが生えて、そしてそこで、まあ遠隔操作しちゃったんですけど、いいですか？今日私たちはですね、その罪というのは、エデンの園から追放され、貧しくなり、病気になり、そして争いがもたらされ、不幸になり、最後は死んでしまった。皆さん、それ罪の結果です。神の愛を受けられなくなった、遮断された。今日皆さん、もしあなたがイエス・キリストを真心から信じていないなら、神に背を向けているなら、神と関係のない考え方、生き方をしているなら、皆さんもその罪の中にいて、その愛を受けられなくなっているんではないでしょうか。その結果として、幸せになれない、人から愛を求めている、そしてお金の心配をする、恐れている、そして人の幸せを妬む、皆さん罪の結果なんです。今日皆さんにその罪の解決を聖書は教えています。
2000年前、神が人と姿をとってこの地上に生まれてくれました。このキリストが生まれたということがですね、まあそれを祝うのがクリスマスですけど、西暦というものはですね、まあ、日本もそれを受け入れてますよね。西暦2020年、まあオリンピック2020、ジャパンハーベスト2020とかですね、皆さんこの2020っていうのはね、キリストが生まれてから2020年ですから、これが元年ってことは、キリストが生まれる前のことはビフォークライスト、まあ、キリストが生まれる前のことだ、まあ、キリストが基準なんですよね。皆さん、それほど歴史を2つに分けた。まあ、例えばですね、最近